これもエコの木ですか？うん。これの実には多少毒性があるんだよね。あ、そうですね。うん、魚とんのにこれの実をさ、うん、農業用の田んぼの細い水路なんかにさ、はい、せき止めて、でこれの実をさ、うん、手ぬぐいかなんかの中に入れてこうやって揉むとね、はい、魚がね浮いてきちゃう。それで捕まえるの。え、子供の頃やったんですか？そうそうそう。すごい、うん、この辺だとどこの川ですか？ほら甲子がやってます。でもね、戸塚のさ、うん、住宅地になってるところみんな田んぼだったんだって。へえ。あの辺でやったんで。え、どれぐらいです浮いてくるんですか魚？まあすぐだよ、すぐ浮いてきて。もう 数秒ですか？うん、数分。へえ。じゃああとは流れないようにもう獲得するみたいな。うん、もうせき止めてあるから。ああ、もう簡単に捕まっちゃう。バケツにいっぱい捕まっちゃったり。うん、それな何ですか？焼いて食べるんですか？うん、美味しいのと美味しくないのとあるからね。それは、まあ、どういうことですか？うん、口細とかね、ナマズとかね、うん、ああいうのはうまいんだよ。へえ。ナマズなんか白身でうまいよね。え、泥臭くないんですか少し？うん、そんなに泥臭くないよ。うん、ナマズなんか。え、家に持って帰って、うん、焼いて食べるみたいな。うん、焼いて食べたり天ぷらにしたりさ。あー、美味しいですよね。口ぼそなんかはね、うん、なんだっけ、ハゼ、うん、ああいうのとちょっと似たような味で。ナマズはそうだね、白身魚なんだな。うん、さっぱりして。じゃあ母親喜びますね。うん、おかずになりますもんね。おかずになる。炊いたずらしてきたな。よくその知恵ありましたよね。うん、みんなやってっからね。あ、先輩からほら習ったりなんかしてっから。見よう見まねで。これ芽があるところをの上を剪定してるんですよね。うん、そう。だいたいいつも矢島さんこう見てると適当ではなくて、だいたいどれぐらいの節を残してやってるんですか？ね、本当は切りたいところに芽がない場合もあるからさ。はい。だからそういう場合は一節先まで。本当は切りたいところの一節先かな、はい、で切ったり。で基本は芽が出てるところの上を切るって感じ、うん、そう。これもね、葉で覆ってましたけど幹見るといいですね。うん、ここがね、焼けちゃってる。これ枝を切った時ですか？そうだね。
気が綺麗になりましたね、うん、これが巻いてくれるとな、うん、葉が茶色くなってるのは、これはあれですか、うん、多少の水枯れもあるかもしれない。発汗作用がね、旺盛なんですよ。いや、ブナと同じですね。そうだね、似たところあるね。じゃあ同じところとかに結構生息してるんですかね。エゴとブナは違うね。エゴはこの辺に生えてるから、この辺の山に。ああ、じゃあ里山に。うん、ブナはちょっと高い山。そうですよね、クマが生息するあたりですもんね、うん、そうそう。針金ですか？うん。